はい、どうも、トッコー長です。というわけで今回は10月21日発売予定のパラダイムトリガー。こちらの情報がですね、9月の19日に公開されてましたので、いろいろと語っていければなと思っております。特にですね、私コレクターとして、今回のパラダイムトリガーのイラスト、結構気になるところがいくつかございますので、そのあたりコレクターの目線でいろいろとご紹介させていただければと思っております。でちなみにですね、残念ながら私、トーナメントに出るようなプレイヤーではございませんので、このカードがデッキにこういう風に組み込めるとか、このカードが強いとか、残念ながらそのあたりの情報ね、まだあんまり疎いものでございますので、プレイヤーとしていろいろと情報が得たいなっていう方がいらっしゃったら、もしかしたら他の方の動画の方がいいかもしれないです。逆にですね、コレクターとしてポケモンカードを集めてるんだという方、ぜひとも最後まで見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。はい、というわけでまずはパラダイムトリガーのトップページですね。ルギアとレジドラゴとレジエレキ、この伝説のポケモン3体が迫力満点に描かれているような、そういったトップ画面となっておりますと。で、画面の方がですね、ちょうど3つに分かれておりますと。左上側がルギアのゾーンですね。空が描かれていて、やや赤い空になってますね。そして右下の部分、レジドラゴの部分はどちらかというとジャングルのような、そういった風景が描かれております。そして間に挟まっているのがレジエレキの部分ですね。こちらは電気なんですかね、風の流れなんでしょうか。そういったエフェクトでちょうど2つのイラストを分断するような、そういったデザインになっておりますと。で、今回キャッチコピーもついていますね。未開の地で伝説のポケモンたちが目覚めてしまったと。今回はかなり伝説のポケモンにフューチャーしたそういった診断になるんでしょうか。気になるところですね。で、まずこちらのイラスト手掛けた方、イラストレーターさんちょっと考えたいんですけれども、私はですね、おそらくこれ吉田彩香さんがトップのイラストを描かれてるんじゃないかなと私は思っております。こういった 3DCG のパッケージイラストってなりますと、サンムーンの頃ですと山本博之さんですとか、あとはソード&シールドですと株式会社 DAG さんですとか、そういったイラストレーターさんであったり企業さんであったりがパッケージを手掛けていらっしゃるんですけれども、今回の 3DCG ね、特にルギアとレジドラゴンを見てみると、そのどのイラストレーターさんともなんかテイストが違うかなと。林田咲さんなんかも結構つるっとした感じの 3DCG が特徴的ですし、Nデザインさんなんかもね、プテラのイラストなんか見てみると、特別なんか爬虫類っぽさっていうのはあんまなくて、どちらかというと 3DCG らしい、キャラクターらしいイラストっていうのが特徴的だと思うので、こういった 3DCG のイラストレーターさんね、結構ね、それぞれ見分けるのって難しいんですけれども、吉田彩香さんに関してはね、やっぱりこの質感の出し方みたいなところがかなり特徴的なので、まあ今回はおそらく吉田彩香さんなんじゃないかなと私は思うところでございます。本当に当たってなかったらすいません。はい、といったところで、まあ私はね、吉田彩香さん大好きなんで、もし当たったら嬉しいなと思うところでございます。はい、で続きまして、下の方に進んでいきますと、遠く遠く離れたところにポケモンがひっそりと暮らす未開の島があったと、文章書かれておりますね。イラストもドドンとでっかく描かれております。このイラストあまりにも大きすぎて、今の画面のサイズではちょっと映せておりませんけれども、別の画面で出せてるかな、こんな感じです。はい、素晴らしいですね。今回どこかの未開の島がテーマになってるんですね。で、夕焼けをバックに島の中でいろんなポケモンが戦っていたり、生息していたりというような、そういったシーンになっております。おそらくこの一枚絵に描かれているようなポケモンたちはそれぞれ実際にカード化されるんじゃないかなと思うところなんですけれども、特に遺跡をテーマにしているような気がしますね。あとは化石ポケモンですかね。そういったところにかなりフューチャーした、そういったポケモンチョイスになっているのかなというふうに感じるところでございます。で、アンノーンが書かれております。これあれですね、アンノーン V スターに書かれている VSTAR の、5体のアンノーンが、そのままこちらのイラストにも描かれているというようなものでございますね。で、右下になんかもう2匹いますね。 T と R がいますね。 TR、 これなんかメッセージになっていたりするんでしょうか。あ、もう1体いた。 A もいるね。 TR だったらね、トレーナーレアが再収録されるのかなとちょっと思うところもあったんですけれども、 A も入ってますね。何なんだろう。 RTA リアルタイムアタック関係ないよな。絶対関係ないよな。
いやでも気になりますね。 R と T と A という3体の暗号がここに隠れておりますと、ここに隠れている3体の暗号、何かの暗号なんじゃないかと思うんですけれども、残念ながら特に思いつくものがございません。もし何か思いついた方はぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。で、イラスト全体の方に戻りまして、このコンセプトアートは誰が描いたのかというのがね、一部私のツイッターのフォロワーさんの間でちょっと話題になっておりましたね。まあ一部では時矢さんがイラスト手掛けたんじゃないかというふうに推察されている方もいらっしゃいました。時矢さんのイラストだったらめっちゃ嬉しかったんですけどね。作馬時矢さん、2020年まで、ポケモンカードのイラストを手掛けていらっしゃったイラストレーターさんなんですけれども、残念ながら2021年以降はですね、ポケモンカードの方は手掛けておりません。なので、おそらく時矢さんではないのではないかと思うんですけれども、じゃあ誰なんだというふうに考えますと、私が思うのはおそらく福田正和さんではなかろうかと思うんだけれども、正直自信はないです。自信はないんだけれども、なんかそんな気がする、はい、といったところです。どうなんでしょうね。なんとなくなんだけれども、例えばタイムゲーザーに収録されているメガヤンマ、あちらの背景にね、島が描かれているんですけれども、この描き方が若干今回のコンセプトアートの奥の方の島の描き方になんとなく似てるんじゃないかなですとか、あとはまあポケモン一体一体の描き方とか、あの影の付け方なんかを見てもなんとなく福田正和さんっぽいよなというふうに私は感じておるんですけれども、どうでしょうね。これが当たっていれば嬉しいんだけれども、ちょっと自信ないです。正直ちょっと自信ないです。これも間違ってたらすみません。いつか答え合わせがしたいです。はい、といったところでございます。はい、さてさて、というわけでじゃあ次々進んでいきましょう。バトルで活躍する強力なカードをご紹介と、ここから先はカードそれぞれの紹介でございますね。まずは無色の V ポケモン、 V スターポケモンが出てまいりますと、ルギア V とルギア V スターでございますね。今回こちらのページが公開されて、早速ルギア V の格好かっこよさがツイッターの方でも話題になっておりましたね。いやまあ正直かっこいいよね。なんだろうね、有田さんってたまに本当に獣しい感じのポケモンを描きますよね。なんか有田さんのイラストってもうポケモンの初代からずっと続いてる割に、やっぱりね、他の人が描くキャラクターらしいポケモンとはちょっと一線を画すような、そういうイラストに仕上がってると思うんですよね。で今回のルギアもその有田さんの持ち味をフルに生かした、そういうイラストになってるように感じますと。なんて言うんですかね、この睨みを利かせた獰猛な感じ。自分がさ、船の上とかにいて、いきなりルギアがこの表情でグワーって海から出てきたらさ、まあ、ちびりますよね。絶対ビビるよね。あとは、この獰猛な感じのルギアと言いますと、ルギアレジェンド、ポケモンカードゲームレジェンドシリーズ、ソウルシルバーコレクションに収録されていたカードなんですけれども、こちらのイラストの雰囲気を彷彿させるというふうにおっしゃられていた方もいらっしゃいますと。で、じゃあ、このルギアレジェンドを描いたのは誰なのかっていうお話なんですけれども、こちら、樋口真嗣さんという方でございまして、この方はもともとですね、ゴジラとか、ガメラとか、そういった特撮シリーズの映画監督をされているような方なんですよね。そういった映画監督の方が手掛けた獰猛な印象を持つルギア、そのイラストに引けを取らないぐらいの迫力で描かれているのが今回のルギア V といったところでございます。いやまあね、正直私としてはね、どちらもかっこいいと思います。この獰猛な迫力を出せているルギアのイラストっていうのは正直なかなかないよなというふうに感じるところでございます。で、V スターになりますと、イラストレーターさんプラネタの望月さんが手掛けているイラストになっております。ルギア V スターのイラスト、なんか炎らしいものをまとっておりますけれども、これは技と何か関係があるんですかね。技の方ストームダイブというものと、あとは特性アッセンブルスターという2つがございますけれども、技とイラストとの整合性はなさそうですね。ただなんとなくなんですけれども、ルギア V が青を基調としていて、ルギア V スターが赤を基調としていると、この2つの対比がね、なかなか見応えがあるような、そういった変化が起こっているんじゃないかなと。で、何よりね、私 V スターが出た時からずっと思ってるんだけれども、V から V マックスに進化するときって、ポケモンがダイマックスしたり巨大マックスしたりしているわけじゃないですか。
でそれに対して V から V スターへの変化ってポケモンそのものには特に変化がないんですよね。あの EX のシリーズはメガ進化してたじゃないですか。で GX の頃はもともと種ポケモンがいて、その上で一進化とか二進化するときに、GX のポケモンに進化するというような作りだったじゃないですか。であとはタッグチームっていうのもありましたけど、あれは種ポケモン扱いなんだけれども、まあ種ポケモンから一進化二進化のポケモンが、2体以上で一つのカードに描かれていると、ね、それぞれイラストのテイストってちゃんと分けることができてたと思うんですけれども、 V から V スターはマジでポケモン同じポケモンを描くわけですからね、このあたりね、あのイラストレーターさん正直やりづらいんじゃないかなって私ずっと感じてるところでして、まあだからかな、あえてあの V と V スターのイラストレーターさん分けていらっしゃるような、そういう気がするんですよね、なんとなく。はいはい、というわけで続きまして、アーケン、アーケオスでございますね。謎の化石から進化するポケモンでございます。まずアーケン語らせてください。筒井美沙さんのイラストでございます。いやーかわいいね。筒井さんのイラストっていうと 2DCG でどちらかというとこう丸っこい感じのね、イラストが特徴的だと思うんですけれども、今回はね輪をかけてキャラクターっぽさがめちゃくちゃ出てるなと。筒井美沙さんって実はポケモンカード以外にもいろんなカードゲームとか雑誌の表紙とかでイラストを手掛けられているんですけれども、今回のアーケンはねこれまでのポケモンカードで描かれていた筒井さんのイラストよりも、そういったデュエマとか、雑誌の表紙に描かれていたそういったテイストを持ち込んでいるんじゃないかなというふうに感じるところでございます。で、続きまして進化するとアーケオスでございますね。こちら福田正和さんのイラストなんですけれども、やっぱりこのイラスト見るとさ、あのコンセプトアートのイラスト福田さんが手掛けたんじゃないかなって、やっぱこう改めて見ると感じますね。特になんだろう、このアーケオスの頭の部分のちょっと手掛けてるところとか、羽の先っぽがちょん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 と手掛けてるところとか、こういったところさ、あのコンセプトアートのルギアとか見てみると、あの膝のところに謎の光があったりとか、あの V の方にもねなんかちょっとこうねテカってる部分があったりとか、こういうねあのちょっとした光のつけ具合なんかもね、なんか福田さんっぽいなっていう風に感じるところがございますね。はい、そして謎の化石、謎の化石も語るぜ。小田島あゆみさんのイラストでございます。謎の化石こちらがですね、ずーっと下に行きまして、大地の封印石と森の封印石、この二つも小田島あゆみさんのイラストになってるんですよ。これね、私としては若干萌えポイントでございまして、なんだろうな、この大地の封印石とか森の封印石とか、これらのアイテムってまるで化石ができるような昔の時代から存在しているものですよと。それぐらいね、あの時代を感じるようなアイテムとして描かれているような気がするんですよ。でそのテイストがフルに活かせるのが、化石のイラストを手掛けた方と全く同じ人がこの2つのアイテムを手掛けることだと思うんですね。なのでこのチョイスはね、イラストの発注うまくやってんなというふうに感じるところでございますね。で、はい、というわけで、まあ、元に戻りまして、そういった謎の化石から進化するアーケン、アーケオスが収録されますといったところです。おそらくオムナイト、オムスターですとかその他の化石ポケモンもバンバン出てくるような、そういうパックなんじゃないかなというふうに感じるところでございます。続きましてアンノーン V、アンノーン V スターでございますね。アンノーンも遺跡にかなり関係性の深いポケモンですね。初出がポケモン金銀でアルフの遺跡で合ってるかな、そちらの方で登場したポケモンでございますとね、アルファベットに対応する姿を持っておりまして、今回アンノーン V にはアルファベット V のアンノーン、そしてアンノーン V スターにはアルファベット VSTAR のアンノーンが描かれているとね。アンノーンのイラストさ、毎回毎回手掛けるたびにカードの特性から姿を取ってきたりとかしてて結構凝ってますよね。ね、あのアンノーンって言いますと、サンムーンの頃に出たハンドという特性を持つアンノーンは禁止カードにされてしまったぐらい、強かったカードでございますので、そういった活躍をしてくれればいいなというふうにちょっと感じるところでございます。ね、面白いですよね。技、スターサイファー。V スターパワーが技なんだけれども、この技を打つことによって、相手の場のポケモン全員の弱点が全て超タイプになるという効果の特性を持つことができると。わざわざ一度バトル場に出して攻撃をしないといけない。その代わり強力な特性を持たせることができるっていう、このワンクッション持たせるっていう新しいギミックがね、
今後も少しずつ増えていってくれるとまたポケモンカード面白くなるんじゃないかなっていうふうに感じるところでございます。はい、そして、毎週公開コンセプトデッキが組める強力カードということで、なんかいろんなギミックがね今回のパックにも収録されるんだなとちょっと楽しみにしているところなんですけれども、今回紹介されたのは連携コンボ炸裂ピカチュウと仲間という4枚のカードで順番に攻撃していけっていう感じのカードたちでございますね。まず最初にトゲデマルですね、トゲダッシュ、コインを1枚投げて表だったら次の相手の番、このポケモンが気絶しても相手はサイドを取れないと、バトル場に残ってしまって倒されてしまってもデメリットがないと、そういうような能力がついているトゲデマルさんでございますと。でその次に続くのがデデンネでございますね。デデショート、この技は前の自分の番にトゲデマルがトゲダッシュを使っていなければ使うことができないと、相手のバトルポケモンを麻痺にする、1エネ60ダメージで麻痺、まあコイントスが必要ないっていうところはまあいいんだけれども、それでもちょっと鈍くないかちょっと弱くないかっていうところはちょっと感じるところではございます。でまあ続きましてのピカチュウでございますね。前の自分の番に自分のデデンネがデデショートを使っていたならば180ダメージが追加されると、1エネ合計200ダメージ、なかなか面白いところでございますね。はい、そして同じく3体目に続きますのがモルペコでございます。デデンネがデデショートを使っていなければ使えない技で、相手のポケモン全員にそれぞれ60ダメージを与えるとといったところで、これ4枚セットのカードにはなってるんだけれども、1、2と最初はトゲデマル、次がデデンネで、3発目はピカチュウかモルペコどっちかが攻撃をすれば、コンボが成立するというようなものでございますね。モルペコのテコボンバーはベンチが5枚いたとしたら合計で 6×6 で66360ダメージをばらまくような、そういった効果がございますと。でピカチュウの方ですと、一発大きく200ダメージが出せるというところでございます。で、私個人としてはですね、このカードたちの面白いところを大きく分けて2つございます。まず1つ目、トゲデマルは鋼、デデンネは蝶、ピカチュウは雷、モルペコは悪と、それぞれ違う異なるタイプのカードなんだけれども、技エネは全て雷1エネで打てるというところがまず面白いところかなとね。雷デッキの中に雑に詰め込むだけでこのコンボが成立してしまうというところが面白いところでございます。何より種ポケモンで構成されてるんでね、進化ポケモンの管理とか使わなくていいところもいいかなと。どうなんでしょう、サイドを取られづらくするようなそういったスタジアムと一緒に使ったらこのデッキかなり面白くなるんじゃないかなって感じるところですね。まあね、ちょっと悠長ではありますよね。3ターンかけて打つ技としてはちょっと攻撃力弱くないかとか感じるところではあるんですけれども、まあどちらかというとピカチュウよりモルペコかな。モルペコがうまく回ってくれれば全体に60ダメージのダメ感をバンバンばらまくような感じで、なかなか強いデッキが作られるんじゃないかなっていう感じですね。でもう一つ私の推しポイントなんですけれども、今回この4枚のカードそれぞれで別のイラストレーターさんが描いてるっていうところがまた面白いなと思うんですよ。全てのイラストを一人のイラストレーターさんが手掛けるってのももちろん統一感がいっていいかもしれないんですけれども、それよりもあえてイラストレーターさんをばらけさせる、かつちゃんとコンボの対象になるポケモンを次々と描いていくと、これを達成することでね、このトゲデマル、デデンネ、ピカチュウ、モルペコっていうこの4体のバトンタッチをイラストレーターさんでうまく表現できているような、そういう気がするんですよね。あとまあさらに素敵なのが、この間に 3DCG のイラストレーターさんを途中に挟まなかったことです。特に川陽さんからシブリンガルさんへのつなぎなんかさ、全く違和感ないですよね。もちろんね、違うイラストレーターさんだなっていうのは確かなんだけれども、イラストのテイストがあえて少し似ている人をチョイスしてるような気がするんですよね。あとはまあイラストについてはそんなところかな。また気になるところがあれば私の方からも紹介させていただければなと思うところでございます。はい、といったところでいかがでしたでしょうか。今回はですね、10月の21日に発売されますパラダイムトリガーの特設サイトを使って、いろいろとお話をさせていただきました。あくまで私個人の感想でございますので、もしかしたらなんか違う感想を持っていたりとか、イラストレーターさんもしかしてこの人なんじゃないかとか、別のね、予想されている方もいらっしゃるかもしれません。ぜひともコメント欄でいろいろとお話を聞かせていただければと思います。私も参考にさせていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。といったところで今回の動画は以上でございます。よろしければチャンネル登録、評価、コメントなどいただけますと幸いでございます。それではまた次回の動画もお楽しみに。またね。ご視聴ありがとうございます。今回の MVP はこちらのカードでございます。皆さんが気になるカードありましたか？コメント欄で教えてくださいね。
特攻庁のマスメディアではポケモンカードのコレクター向けの動画を投稿しております。他の動画が気になる方はチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。すべてのカードに価値を。特攻庁でした。